皆さんこんにちは、電撃の編集部の五郎です。死んだ即終了ダークソウル2始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとマイクの位置が、あ、マイクカメラの位置がこれぐらいかな。あ、すいません、少々お待ちください。よいしょ。よいしょ、お待たせしました。前回があれですね、黒渓谷っていうもんですかね、黒渓谷なんていうのかちょっとわかんないんですけど、そちらに、初めて行って霊体にやられちゃいましてね、1体目は倒したのかな、2体目がちょっとね思った以上に火力があってやられちゃいまして、あ、どうもこんにちはです。少々お待ちくださいね。でツイートやって、でよし、かな。さあ、お待たせしました。では黒渓谷ですかね。森の子っていう割にはなんかすっげえ強かったんで。お、赤井さん久々ですか、リアル。昨日ちょっとね、自分がやられた動画を見直してあやつの対策をしました。対策をしましたね。対策を練ってきました。結構ソウルをね落としてきちゃったんですよね。早速これをね使おうかなと思っております。これじゃないな、ソウルの槍じゃない、これと防御とこれを外して漂う火球、もうあそこじゃないかなと。おう、光が、オーラに光を、よし、火球使っちゃおうかなと。終わってなかったっていうかまだ始まったばかりですよ。リベンジっていうかもう一回出てきますよね、おそらく。あそこ固定っぽいので、でただあの昨日あのコメントでね、嫌な感じのなんていうか、地蔵はロードを挟むと復活するっていうね、とても、とりあえず手出しますか。ロード挟むと復活するんだったら結構きついな。まずこの、あ、違う、地蔵どもをね、ここ怖いんすよね。おいおい、あ、あれ、俺あそこだっけ、あそこまで引いたんだ、えらい。これちょっと先にソウルを回収して、ソウルを回収した方がいいですね、明らかに。本当このゲーム怖い。BGM がない。ないのが逆に怖い。大丈夫かな。ペッてくる。ペッてくる。明かりがなくなったらすぐつけます。そうですよね。あ、こんにちはです。お地蔵さんの処理をねちゃんとしないと。これ寝てるやつもそうなんですよ。
飛んできたぞ。飛ばしたのか。よし。で、あっ、すごいとこから飛ばしてきた。お地蔵さん、これ毎回俺音挟むから毎回処理になるのかな。1日ぐらいなんか電源落とさないままとかでもいいのかな。お地蔵さん毎回処理するのちょっとね、時間的にもあんまよろしくないんで、ね、毎回地蔵処理はあんまりしたくないですね。それだけでおう、あれもそうだね、外れた。OW ですかね、昨日の夜というのは。俺はまだっすよね、霊体ここで確か出てくるんですよね。バシャ、こいつは3回。土俵際はもう行かないっす、ちょっと怖いんで。あ、ここだよね、今来たの。ここなぜか燃えるっていう。やべ、何撮ったか分かんない。ん、なんか減ってるぞ。熱い、お、燃えてるんじゃないこれ、次の方が。え、そっちじゃないけどね、燃やしたの。まあいいや、結果オーライ。さあ来る、ここ。結構持ってたな。とりあえず地蔵を全部処理して戻りますわ。ここは地蔵とあの敵だね。これもそうじゃない。なんだこのシューティング。あ、開いたか。適当は良くない。ん？倒れた？倒れてない。あ、倒れたのか。あ、下手。ヘボイエイムはオーバーウォッチだけで十分だ。あ、これじゃスナイパーできないや。これ大変っすね、地蔵。もう太い嫌だよ。あー、いいか。これでも剣士だったらどうなんすか、ここ矢か、矢を使うのかな。あー、あ、まだある。あー、お、生きのいい地蔵だ。これでいいかな。これでここでまた来るんだよね。あ、ここは死んだのか。これオーブン燃えてんのかな。燃えてる燃えてる、熱かろう。よし、これで一旦帰ってレベル上げてきますかね。
そうなんですよ。あ、ここ無知。あ、上のは気にしなくてよかったんですね。じゃあちょっとこれで一回戻って、危ない危ない、忘れてた。レベル上げというより、あれこっちだっけ。うわ、こっちの方が強いのか。まあいっか。こっち S って書いてある。こっちの方が良くないっすか、ひょっとして。あ、でもあれか、猛者化した時だけか強いのは。これにしてこれやってってことっすよね。じゃちょっと一回、またあの敵は復活しますけど、まあ地蔵は復活しないんで、これでちょっとマデューラ行ってきます。レベル上げるか、呪術の火を強化するか。強化できる火種がないんだっけ。いやー、ついにね、ついにというか、もう昨日買ってすぐに出番が来ましたよ。確かなかったんですよね。あれ、ある、ある。いや、じゃあ強化します。火の種売ってくんないのかな、こいつ。てくれないね。これは別になくてもいいかな。よし。そうか、俺はあの人の弟子なのか。さあ、これでレベル1上げましょう。時給がちょっと欲しい気がしなくもない。魅力かな。いや、ここはなんか30しか増えないのって思っちゃうんですけど、こんなもんなんですよね。ちょっとここはスタミナに振りますわ、一応。めっちゃ高い。なんだろう、あんまりね、下手してね。あ、これであのね、おでんが見えましたね。これちゃんとあの電撃オンラインって書いてあります。ぜひ皆さん電撃オンラインチャンネルにね、登録お願いします。さあ、ということで準備 OK、装備だけちょっと見直してみますね。ちょっとこの辺か。スタミナ回復速度は重要、 HP 低下を抑える、徐々に回復するの欲張りね。よし、さあ、ここじゃない、あれ、もっと下にあるのか。入り口か。入り口にしちゃ辛いな。さあ、行きます。まずこれで地蔵はいないんで手出しましょう。で、ソウルの矢、あ、労働を挟むとってことか。うわ、労働を挟むとってことか。超無駄や、いや無駄じゃないっす、あのソウル稼ぎです。労働ってそっちの労働も含むんですよね。当たり前ですよね。どんだけアホだ俺。仕事が雑になってきたよ。これ吐くやつかな。あ、やばい。そうか、一周奥なのか。ここだけはちょっと怖いんでね。こっち向いてるのは嫌です。
明かりが消えた。こっち向いてるのは危ない危ない危ない。これもう装備がこんがらがっちゃうな、いっぱいすぎて。こっち向いてるのやっぱダメだ。向いてる？向いてない。ああ、無知欲しいね。そうやって言われてみると無知がすごい楽なんですよね。そうっすね、練習ですよ、地蔵切りの。上はでも無視して大丈夫っていうお話だったので。ああ、あのこっち向いてるのは本当に怖い。ヘボエイム。寝てるやつが言うのかな。何回、うわ、何回この絵に見せるんだっていう。あの地蔵生きがいいんですよ。まあそれはいいや。これも確か危ないよね。よし、行きます。あ、これじゃない。で、昨日のあの闇の霊体ですけど、まあ多分魔法打って全然効かねえとか言ったんですけど、あれはガードされてたんじゃないかってね。ガードされてたんじゃないっていうお話でしたけど、まあ確かにその通りで、あやつは多分結構いい盾を持ってたんで。で、これ全部消しちゃう。あそこの加害量を往復する分にはいいってことですよね。ほい。さあ、こいつは節約するためにね、あ、ダメだ。あ、ダメだね。どんな攻撃していくんだ。え、攻撃してこない。やばいんだけど、逆に何もしないのは余計怖い。いいやつ。いや、そんなことはないですよ。さあ、この辺からもう支度をした方がいいのかな。で、来たらザシャ。ちょっとここの、先ですよね。え？どっかから音がする。地蔵が。あ？こんなところへ入ってるのしょうがないですね。あれ？今上か飛んできません？あ、違うか。上倒さないとダメですね。やっぱり。あいつだけでも、せめて。今日は大丈夫かな。やばい、これあのこんがらがっちゃうな操作は。とりあえず火球にして、おい、めっちゃやってきますよ上。
PS4 版だからですかね。まだ反応って、あ、塊なんですね。あ、壁際通れば、でも俺多分ここ戦場になるんですよ、あの次の霊体の。なのでここ一回処理します。で、あのかがり火を使うだけだったらあれなんですよね。かがり火を使うだけだったらこいつは復活しないっていう。なくなっちゃった。大丈夫かな。うわー、まあ、いいや。え、まだいんの？おー、すげえ怒ってるじゃん、今日。これはちょっと魔法にしよう。こいつはなんかちょっとね、距離が近いんで、タイミング見ないとダメだね。これで引っ込むのかな。首をもたげたら魔法は打たない。こいつにちょっと切りに行く度胸は今ないです。あー、やばい、魔法打たないって言った。よかったよかった。あー、もったいない。もういいでしょ。ここで稼げるのか。やばい、ちょっと自分の中で整理できなくなってきた。太い矢、あ、これ無理だ俺か。あ、いいや、勝てるか。ソウルの槍と全然足んなくなっちゃった。ペッペやってたの誰だ。あいだ。で、あそこ行くとこいつらに押されるんで、先にこっちを倒します。大丈夫かな。おお、怖い怖い怖い。何してんのか分かんない。危ない。うえ、あんなくだったら即死でしょ。さあ、この先ですよね、ボスは。で、毒吐いてたやつは誰だ。片付けられたか。あー、暗い。確かここから、この辺から出てきたんですよね。よし、来ないのかな。うわ、そうか。やばい、もうないよ。あ、やってくるじゃん。とりあえずもう魔法は全部使っちゃいましょう。あれ、出てこないのかな。あれ？終わり？うそー、すげえ勉強したのに。あ、来た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 じゃん、森の子。森の子対策。まず見えないな、来ないかな。来た、
引っかかってんじゃないよ。怖い怖い。あ、消えちゃった。痛い。このピントが効くはず。よし、勝負。よし。おー、うまい。やばい。うわ。うまい。離れよう。よし。うわ、ダメだ。ペイント効かない。マジか、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 マジか。こっち。うわ、ダメだ。完全についてくる。うわ、ダメだ。どうしよう。オーナー、オーナー、オーナー、これフェイント効かねえじゃん、こいつ。またあいつこう。あ、ダメだな。もうちょい広いとこ、もうちょい広いとこ。爆発は結構効いてたのか。うわー、フェイント効かないんだ。どうしよう。ダメだよ。かわされた？ダメだ。いいや、よし、しょうがない。超えちゃダメだ。危ない。やばい、ごめん。そっちじゃない、そっちじゃない。死にたいのか。どうしようどうしよう。こいつ重い。ダメだな。なかなか、なかなか。どうして隙がない。両手持ちにしてほしい。これフェイント効かないとは思わなかった。こうか。あー、ダメか。フェイントが効かない。あ、やばい、これやばいやつ。ごめんなさい。あー、ダメだ。強い森の子。うわー、どうしよう。パディかな。森の子じゃないっすよ、こいつ。避けれないっす。避けないっす、ぶっちゃけ。いやー、これはちょっと俺、あの、左に動いて攻撃モーション見えて右に行けば空振ると思ったんですけど、全部ついてきますね。これパリーしかないのかな。これは普通にきついっす。で、あの、バクスタも結構狙いづらいような。で、近寄って回ってても、あの、弾きでひるまされて、2連撃食らって結構減るので、またちょっとね、あれは結構きついな。うん、森の子って名前にしちゃ随分と強い。ただ、あの、序盤のね、火漂う炎かな、漂う炎だけで俺ちょっと倒すことも考えます。漂う炎を、あと魔法ですね。あの、ガードされてもダメージはあるので、あいつの対策としては、あの、攻撃来た瞬間に後ろに下がって魔法でチクチクやれば勝てますね。あとは、そう、パリーはね、やってないからダメなんですよ。危ないんですよ。はい、ということで、ちょっと次はまた別の方法でね、ちょっと剣、俺のまだ腕じゃ近接で倒すのは結構厳しいような気がしますので、防御力もね、全然ないし、
漂う炎を取ってよかったなって思いました。今漂う炎で倒すっていう光がね見えたので、次回はちょっとねそれを試してみようと思います。はい、で今ご覧いただいている方、ぜひね今回のダークソウル2死んだ即終了シリーズ以外にも電撃オンラインチャンネルは、さまざまな動画企画やっております。生放送もやっております。今日の夜も生放送あります。はい、なのでぜひまだチャンネル登録していないという方はこの機会にぜひ登録をよろしくお願いします。結構へこんでますので、もうこの先がすごい気になってたし、これ俺の中ではもうフェイントでちょうどいいなとか思ったんで、どうせ攻撃するね直前までは見てて、もっと引きつけなきゃいけないのかな。まあいいや。はい、ということで次回別の作戦でね、漂う炎をうまく使って魔法重視で戦ってみたいと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみに。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。